スティーブン・リリー・ホワイトは、イギリスの音楽プロデューサー。1977年の活動開始以来、これまでにグラミー賞を5度受賞、500以上の作品に携わり、2012年には大英帝国勲章を受訓するなど、プロデューサーとして輝かしい実績を持つ。1972年から、ポリグラムでテープオペレーターとして働き始める。 ウルトラボックスのデモ音源をプロデュースしたことをきっかけにウルトラボックスが所属していたアイランドレコードと契約しプロデューサーとしての活動を開始した。ニューヨークドールズをはじめとするニューウェーブ系のアーティストのプロデュースを務めるようになり、1978年に自身がプロデュースしたスージーザ・バンシーズのシングル香港ガーデンがヒット。 1980年代に入り、ピーター・ガブリエル、U2、シンプル・マインズ、ビッグ・カントリー、エクスタシー、トーキング・ヘッツ、モリッシー、ローリング・ストーンズといった様々な有名アーティストの作品を手掛けるようになり、その名を知られるようになる。1990年代からもモリッシーの作品に携わり、ラーズやトラビス、フィッシュ、 デイブ・マッシューズ・バンドなどといったアーティストの作品のプロデュースを務めた。2000年代に入りデイブ・マッシューズ・バンドとは制作上の方向性の違いからともと分かつが、レーザーライトや MGMT、マッチボックス20、30セカンズ・トゥ・マーズなどの作品に参加した。2019年には日本のバンドとしては初となるルナシーの作品を手掛けた。ありがとうございます。